はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、マジック・ザ・ギャザリング・コロシアムやっていこう。で、チャンドラならこのキャラ、星5キャラを使っていこうかな。で、あの MTG コロシアム、このコロシアムの、まあ、ジョナサン・ジョースター、まあ、この編成、まあ、結構流行ってるというか、このジョナサン・ジョースターのアシストにキラヨシカゲを、まあ、40% グラビティを詰めて、でボスをワンパンするっていう編成が結構流行ってるんだけど、正直キラヨシカゲ持ってない方向け、今回はキラヨシカゲを持ってない方に向けて、ちょっと比較的に組みやすい編成を組んできました。で、チャンドラなら超覚醒の影響ですね、上限解放を振って黒襟ループ、まあ、黒襟6ターンの、まあ、スキル回復持ってきました。で、千代目スキブプラスにしてアテナヘリオス、まあ、これも無課金武器だし、まあ、作っとこうって感じかな。3ターンと6状態目覚めで上限解放を振ってルトで、シボドラ超魚神にして天小泉、まあ、3つ持ちがいいかな。正直ボスの先生でかすぎるんで、あのチーム HP3 つ持ち、まあ、3つ持ちがいいと思ってる。で、上限解放を振ってマシンキラーはいりません。で、2体目超魚神で、まあ、スキブとチーム HP ね、ここもスキブとチーム HP で OK かな。まあ、ドフラミンゴで上限解放を振ってマシンキラーいりません。で、3体目も超魚神で、まあ、チーム HP3 つ持ち、まあ、ここは正直、まあ、代用難しいかもな。まあ、チーム HP3 つ持ちで OK かな。サドンの御事だけど、まあ、チーム HP3 つ持ちの武器で全然 OK かな。で、正直こんなにチーム HP の武器3つ持ちの武器持ってませんよっていう方は、まあ、この潮目のところ神結び、正月神結びにして、ボスのところで打って、スキル打って神結びのスキル打って、で回復して突破するっていう戦法もありだと思ってるわ。全然ありですね。で、ここまあチーム HP で、まあ、ぶっ飛ばしていけると。で、フレンドジョナサン、ナーキョーで、アマカズミと、まあ、チーム HP3 つ持ちで、上限解放を振って、体力キラーいません。やってこう。よし、やってこう。めちゃくちゃ説明うまくいった。で、これ打ってって、OK。で、シボダラ打っていこう。で、ずらす、OK。で、ちょっとね、あの、縦画面、いつも俺、YouTube の画面が縦画面の、まあ、実況なんだけど、ちょっとサムネが剥がされちゃうから、あのちょっと今日のこれしばたら打ってください。ちょっと今日ですね、横画面にしようと思ってる。横画面のなんか PDC か何かをの画像を貼り付けて横画面にしようと思ってるんだけど、まあ、どうかな。そっちの方が見やすいんだったら、まあ、そっちの方が見やすいですっていう、まあ、意見も欲しいんだけど。で、3回、縦画面でもいいですよっていう方は縦画面の方、まあ、いいんだけど。で、これシボドラ打ってずらす、 OK。 で、ずらしてこう。で、8910 OK。 で、11コンボいいね。で、倒せました。まあ、基本的に全部ワンパンかな。で、4回こっから黒襟打っていこう。こっから黒襟を打っていって、でこの一旦チャージで溜まるんでシボドラが、これでまあずらしていくって言ってもいいなっていう感じ。まあ、この進化させてもいいけどね。3体目の進化させてもいいけどって感じ。どっちもいいね。で、倒していけると。で、5回ですね。めちゃくちゃ簡単かな、MTG コロボ。正直対策さえできれば、殺し屋も結構比較的に組みやすかったかな。で、これしばドラッと。OK。で、10コンボで倒せるかな。倒せますね。で、次が、6回来ました。6回から、まあ、こっからもシボドラずらしても、さっきからずっとずらしてるけど、まあ、これ進化させてずらしてこう、OK。これでずらして倒せるかな。うん、倒せるね。で、16コンボ、いいね。めちゃくちゃ落ち込んきてる。で、倒していきますと、うん、いいですね。いや、本当に簡単かな。簡単というか、もう比較的すごい。このチャンドラ奈良とか、まあ、渋山ワンチャン渋山とか、渋山のドラゴンとか、まあ、シボドラ打ってください。まあ、そこら辺のなんか非属性キャラが充実してるから、めちゃくちゃ、そうね、星5キャラ、外れ枠、いわゆる外れキャラでも、まあ、シボドラずらしと相性がいいキャラめっちゃいるんで、本当に、まあ、比較的組みやすいなと思ってる。で、先生が来ました。で、まあ、貯めるスキルあんまねえし、もう行こうかな。行っちゃおうかしら。OK。で、789。まあ、これ、まあ、そんなに待つ必要もないし、あんまり待つ必要もないし、まあ、シボドラ打って、ずらしていこうか。倒していこう。倒していっていこう。OK。で、注意点が、釘ドロップ。釘ドロップは絶対に触れちゃいけない。絶対に触れてはいけない。触れちゃったらもう、
ちょっと終わりかもしれないで倒して、これでまあずらして足場をずらしてこう。 OK、 これで20万ギリ耐えれるかな、ギリ耐えれる気がする。17コンボいいね。で倒していくかな、倒していきますと。 OK、 で向こうが張られます、向こう張られました、ギリ耐えれますと。危ねえな本当にギリだった。でこれ本当にまあこれだけでいけるかな、足場ジョナさん溜まってる、ジョナさんを打って倒していけるかな、倒していきますと。いやいいね、キラヨシカゲ出してもいきました。 OK、 で報酬がですね、まあ、プラス999と宝玉金玉、消せな、まあ、洗剤レア洗剤 P でレア、あーこれうまいねこのリッチとレインも確定でどっちも落ちんの、1体ずつ落ちんのめっちゃうまいかな。でスパの絵に対、いやうまいな、今回の報酬うまいかもね。でまあ、クリアタイムは割かし、間違えた、クリアタイムは3分、まあ、3分半で周回できるかな、めちゃくちゃ早いかなと思って、結構 早めかなと思ってるわ。よし、まあ、こんな感じでいろんな編成出していくんで、まあ、いろんな、まあ、低難易度編成をいっぱい出していくと思うんで、まあ、もしよかったらチャンネル登録とか、まあ、お願いしますって感じかな。よし終わりましょう、じゃあねー。